ターナの8ワールド始まるよ。こんばんは、8ワールドのターナです。今ちょっとナレーションしてるのが夜なのでこんばんはなんですけど、今この時はお昼です。今回はですね、春彦さんがですね、この尻尾の脱皮ですね、してたので、ちょっと思わずカメラを回しました。ちょうどね、私がカメラを回し出す前に、ここですね、口でね、ちょこっと、朝はこんな傷なかったんですけど、このお昼の時点で口でちょっとめくってました。僕がね、カメラをこうやって向けたらね、ちょっとやめちゃったんでね、喋らずじっとカメラを構えてたんですけどね、やっぱりちょっと意識してかね、やめちゃいましたね。ただね、この後今日に限ってですね、名古屋のイベント、ブラックアウトベガに行かなきゃいけない時間帯になったのでね、本当は撮っていきたいんですけど、このまま撮り続けたいんですけど、ちょっと一旦離れます。こんにちは、ハチワルドのターナです。今日はですね、ちょっと前に春彦のね、尻尾が脱皮状態に入っていたんですけども、私ちょうど今日ブラックアウトベガがありまして、多分というか、ちょうど脱皮の最中にね、もう帰ってきたら終わってるんじゃないかと思っていたんですが、どうなったでしょう。あれ、脱皮が終わってるか。ああ、綺麗に脱げてるわ。と、思いきや、これさ、紙ってない？引っ張ってくれと言わんばかりに。引っ張ってもいい？春彦さん。え、ダメ？何、睨ってる、その顔。これ、引っ張ったらダメかな？うわぁ。どうなってんのこれ。うわ、すごっ。うわぁ。めちゃくちゃ不安そうな顔してんだけど。ごめん、春彦。もう、俺、我慢の限界が。硬いかなこれ。うわ、びっくりした。うわぁ、すごぉこれ。うわぁ、ちょっと怖っ。おぉ、びっくりした。噛みつかれるかと思った。あ、すごいね、蛇みたい。でもね、めくりたかったんだけどね。あ、カトルボーンが、ちょっと今バキッといた音は、亀用のカトルボーンに肘を置いてしまって、この鳥チリはちょっと料理を作ったんです。まあいいんだけど、カトルボーンが割れちゃった。まあいいんだけど。今回はね、ちょっとね、尻尾これ、まだね、硬いんでね、やめとこう。ちょっとめくりたいけどさ、まだ全然か、怖っ。急に動き出すからな。あ、怒ってる。威嚇してます。つぶらな瞳だけどね、威嚇してますね。もうさすがにちょっとやめとこうかな、今回はね。ごめんね、春彦。ほんでもすごい綺麗な脱皮があるだな。
応ね、ごめんなさい。結局ね、めくらないというね、結果に終わってしまいましたが、こんな感じであります。たまにはね、あ、尻尾がね、こんな綺麗になりました。あれ？なんかあの、ブツッとあるな。これは何だろう。でもね、すごく綺麗な尻尾に、ね、なったんで、いいかな。というわけでね、今回はこれで終わっていきたいと思います。では皆さん、バイバーイ。